それではお待たせいたしました。本日はお忙しい中お集まりくださいまして誠にありがとうございます。それからインターネット中継をご覧の皆様、お待たせいたしました。ただいまより新日本プロレスローソンチケットプレゼンツ G1 クライマックス27の一夜明け記者会見を始めさせていただきます。今年もですね、全部で19大会、公式戦は90試合プラス昨日の優勝決定戦1試合の全部で91試合、ハイレベルな戦いが展開されました。マスコミの皆様も連日の取材本当にお疲れ様でした。結果、内藤哲也選手が4年ぶり2度目の優勝を飾るということになりまして、今日は後ほど内藤選手をこちらにお迎えしましてコメントを出してもらいます。さて、その前なんですけども、例年ですね、行っております IWGP 実行委員会では、今回も2018年の東京ドーム大会のメインイベント IWGP ヘビー級選手権の王座挑戦権利賞、こちらをですね、ご用意しております。では IWGP 実行委員会の菅林会長、署名をお願いいたします。それでは菅林会長のサインが入りました、挑戦権利書、来年2018年1月4日東京ドーム大会、こちらの、IWGP の、ヘビー級選手権ですね、挑戦権利書を、今回用意されたという形になります。これを、行使するかしないかというのは、例年チャンピオン、この G1 の王者に任されているというところでございますが、ではこの後お迎えしましょうか。4年ぶりの優勝を達成いたしました内藤哲也選手をお迎えしたいと思います。それでは2013年以来4年ぶり2度目の G1 クライマックス優勝を達成しました内藤哲也選手に登場いただきました。目の前には来年1月4日の東京ドーム大会での IWGP 王座挑戦権利書が置かれております。一夜明けて、優勝から一夜明けての現在の心境を並びに、この挑戦権利書を目の前にしての心境を伺いたいと思います。では内藤選手、よろしくお願いします。昨日リング上でも言いましたが、最高の空間を作ってくださった会場のお客様に感謝しますよ。最終戦の13日両国大会に限らず、全大会素晴らしい雰囲気の中、素晴らしい空間の中で試合ができたなと思いますし、過去最高のG1 クライマックスだったんじゃないかなと僕は思ってます。この G1 クライマックス27優勝者として、一つ提案というか問題定義というかできるのであれば、一つこう来年の参考にしていただきたい。それはやはり出場者の選考基準ですね。最終リーグ戦8月11日12日の両国大会、それぞれ5試合ずつリーグ戦が組まれたわけで、トータル10試合ですね。ただもう11日も内藤対棚橋が決定戦だったわけです。12日も岡田対ケニーが決定戦だったわけです。ことは2日間で10試合中8試合はもう消化試合だったわけですよね。リーグ戦だからしょうがない部分はありますけど、やはり新日本プロレスとしてね、最後までお客様を楽しませると、最後まで皆様をドキドキさせると、やっぱこれはね、必要なことでしょう。これは先行した選手、他の選手を選んどけばよかったのか、それとも
そもそも20人なんて必要なかったのか、まあ、どっちなんですかね。なんか今の G1 クライマックス、まあ最近の G1 クライマックスですね、なんか19大会あります。じゃあ A ブロック B ブロック分けて10人ずつにすれば、まあ、リーグ戦9試合9試合優勝決定戦全部で19大会なんかこれが先に準備されてんじゃないかな、それありきで後から選手を選んでんじゃないかと。 A ブロック10人選ばなきゃいけない、じゃあまあしょうがないけどこいつ入れとこうかみたいな、なんかそういうのすごい感じますよね今年の、最終リーグ戦を見ても。だからそうじゃないだろうと、やはり G1 クライマックスにふさわしい選手をまずピックアップした上で、じゃあ何大会必要だからこれだけ G1 クライマックスはこれだけやりましょうというのが正しい選考法、G1 クライマックスの、あり方なのかなと僕は思うんでね、まあ、G1 クライマックス27優勝者として来年より高いレベルの G1 クライマックスを皆様に提供するにあたって僕は一つ提案したいなと思います。まあ僕の言うことは基本的には通りませんからね、まあ、ナイトがこんなことを言ってたなっていうのを覚えておいていただけたら幸いですよ。まああとは挑戦権利賞ですか。まあ例年ありますからね、まあもらえるんだろうなとは思ってましたけど、実際今こうやって目の前にするまではこの権利証があるのかどうかよく分からなかったですし、下手したらね内藤が優勝したのかじゃあ今年からやめようかとそういう嫌がらせもねされるのかなと思ってたので、まあ、こうやって何の波乱もなく目の前に権利証が置かれていることにねちょっと僕はびっくりしてますけど、まあ、これをいただけるんなら、まあ、僕はいただきますよ。ただこの権利証をどう扱っていくか、まあ、その答えは分かりますよね。そうもちろんトランヒーローアッセンってことですね。はいはい、ありがとうございます。それでは記者の皆様から質問を受け付けたいと思います。ご質問のある方は挙手をお願いします。はい、お願いします。内藤選手4年ぶり2度目の優勝となったわけであります、はい、まあ、事前からまあ優勝はもう、はい、自信をお持ちだったと思うんですけど、実際その4年ぶり優勝してみて、であのリングで最後マイクを握って見て、はい、そしてまあその試合後のリアクションだったりとかって部分で、どうしよう、4年前と何が一番今実感として違うものっていう感じられてるんですか。そうですね、まあ、まず今年の G1 クライマックスは内藤が優勝するんじゃないかと大半の方が思ってたわけでしょ。まあ、皆様の予想通りの答えになってしまったわけですよ。まあでもそれは言い方を変えれば皆様が一番望んでた結末、一番望んでた優勝者が内藤だったと。ことは、まあ今年の G1 クライマックスはハッピーエンドだったということですよ。そうですね、まあまだ優勝を決めてから大して時間も経ってないわけでね、あまりこう実感はまだないですけどね。でも G1 クライマックスという名の強力なジャンプ台を踏みましたよ、間違いなく。今上昇中ですね。一体どこまで上がるのか、まあ、僕にも分かりませんよ。でもこのジャンプ台を踏んだ感触がもう4年前とは全く違いますね。一体どこまで上がってしまうのか、それは僕の楽しみですよ。今現在はまだ実感はないですね、終わったばっかですから。
ともう一つ、まあ、今先ほどの権利書という話ありましたけれども、はい、まあ、通常であれば、東京ドームのメインイベントで、はい、IWGP に挑戦という、はい、で、まあ、今のチャンピオンは岡田選手、はい、ご自身の中で今その IWGP ヘビー東京ドームのメイン、はい、そして岡田選手どれがこう今ちょっと、なんですかね、一番こう権利書を持ったことでターゲットというか岡田 IWGP ヘビー東京ドームのメインイベントですね。まあ、この3つで言ったらもうダントツで東京ドームのメインイベントですよ。まあ、僕は立ったことないですからね。いや、一度メインイベントには立ちました。でもダブルメインイベントの1試合目と、まあ、いやあれはメインイベントじゃないの、ないとあれはメインイベントだよという人もいるかもしれないけど、あれはダブルメインイベントであって、正確には正式にはセミファイナルですよ、あんなものは。なのでね、やはり他 IWGP も沸きましたし、まあ、今現在岡田和親に対して、そんなに魅力的に僕の目には映らないし、となるとやはり東京ドームのメインイベントでしょう。2つに比べてはるかに魅力的に感じますよ。はるかに高いところまで来ますよ。他にご質問ある方いらっしゃいますか。はい、じゃあどうぞ。チームの公式戦であの、はい、ファレン選手と石井選手が負けてるんですけど、はい、その2敗に関しての引っかかりというのはございますか。まああのリーグ戦ですからね。まああの間違いなく負けましたよ。二人にはファレと石井には負けましたよ。まあでも俺がやはり引っかかってしまうのは石井ですね。直前のニューヨーク大会でも負けてますし、うん、2連敗してますからね。まあ、この権利書の、まあ、例年通りこの挑戦権利書の防衛戦というんですか、この権利書をかけた試合が組まれるのであれば、まあ、俺は一周を指名しますよ。まあ、あとは昨日僕はバックステージで言いましたよ。思ってることは口に出さないと誰にも伝わらないから、思ってるだけじゃ誰にも何も伝わらないよ。何か意見があるなら言葉にして口に出して皆様に伝えないと何も始まらないからね。もしこの権利書であったり内藤であったり、まあ、この東京ドームのメインイベントに関してもですね、俺が挑戦したいんだと、俺がやりたいんだという意見があるのであれば、それは口に出すべきですよ。俺が今やりたいとはっきり口にしているのは石井だけですからね。まあ、俺に勝ったファレであり、まあ、俺と対戦していない B ブロックの選手である、俺にやらせろという選手がいるならはっきり口に出すべきですよね。まあ、俺がメキシコで、そしてロス・インゴベルナブレスの仲間たちに教わったことですよ。口に出さなきゃ誰にも何も伝わらないから、まあそれだけ、まあ、向上心なのか、秘めた思いなのか、まあ、そういうものを持ってる選手がね、新日本プロレスにいることを僕は期待してますよ。誰かが言う言葉に出して俺の名前を言ってくれることを期待してますよ。はい、じゃあ続いて東京スポーツさん。あ、この質問は、
なんすか、ファミレスですか。違います。今日はマナーモードですか。大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫です。他にご質問ある方、いかがですか。あ、すいません。はい、どうぞ。内藤さん、今日の最初の発言もやはりお客様への感謝で、はいはい、昨日のマイクでもやはりあのこの環境を作ってくれた皆様に感謝しますと、はい、必ず内藤さん勝利宣言より先にですねお客様への感謝の言葉を出すと、これはやはり、はい、まあ、これはレスラーになった時からの思いなのか、あのメキシコでやはり学んだことなのか、どうでしょう。いや、これはまあもともと持ってたものですね。もともと持ってたものですし、まあ、僕自身がそもそも新日本プロレスの大ファンでしたからね。やはりあの時のやっぱファン時代の気持ちっていうのは忘れたくないし、おそらく今新日本プロレスのどの選手よりも俺が一番お客様の気持ちが分かるレスラーだと僕は思ってますからね。まあ確かにレスラーの試合があって大会がまあ成り立ってはいますけどね。でもやはりあの最高の空間であり最高の試合っていうものはレスラーだけじゃ作れないですから、そう僕は思ってますからね。まあ、それが僕の思ってることが正しいか正しくないかわからないけど、でも僕はそう思ってますから。で、先ほども言いましたけど口に出さないと何も伝わらないですからね。ありがとうって思ってるだけじゃ誰にも何も伝わらないですから。なので素直な気持ちを昨日リング上で言わせていただきました。まあそういう、ね、その気持ちが伝わってるのかですね、ロスインゴの、はい、まあ昨日仲間の両国駅から国技館まで、はい、皆さんあのロスインゴの T シャツを着てるわけですよ、はい、まあ、あの今回の G1 で言えば開幕戦の北海鍛えるだけでも、はい、あの内藤さんの T シャツでありキャップがですね1100点以上1日で売れてると、まああの一大ブームになってると、まあ90年代の NWO を匹敵するような皆さんが来ている状態、はい、この人気ぶりというのはやっぱ内藤中心にいらっしゃる内藤さんはどのように捉えているか。いや素直に嬉しいですよね。やはりリング上から客席を見渡してもロスイングベルナーブレス・デ・ハポンの、はい、まあ、キャップであり T シャツでありグッズを身につけてくれている方がたくさんいることはやはり素直に嬉しいですよ、うん、ただ、まあ、まあいつも言ってますけどね、かつてやはり俺は悔しい思いをしましたからリング上から、うん、やっぱあの時の悔しさっていうのは常に忘れずに持っていたいと思ってますから、まあ今頃手のひら返しやがってという気持ちも常に僕は持ってますよ少し。まあでもそれと同じぐらい、いやそれ以上にグラシアスという思いも僕は持ってます。まあただあのそのよく NWO ジャパンと同じじゃねえかと、あのパクリをしてるのかみたいな、まあそんなでも同じ NWO と同じようには見てほしくないです、はい、別物だよと、まあ、多分そう捉えてると思うんです、うん、だそこは勘違いしないでいただきたいですね、もし思ってる方がいるのであれば、はい、他にご質問ある方、はい、プロレスの流れの話にちょっと戻っちゃうんですけど、はい、イービル選手が、はい、マイナビジティヘビーに、はい、手をかけてるんじゃないかなという状況になってますけど、はいはい、この状況は内藤さんの今後のプランに何か影響を与えそうですか。全くないですね。ただ、今年の G1 クライマックス、
やはりイービルが岡田に勝ったあのインパクトはやっぱ大きかったですからね、うん、実際、まあ、イービルが岡田に勝ちそしてイービルが大阪大会のメインイベントで、うん、一番最後に立っていたとすごい刺激になりましたしねやはり我々ロスイングベルナーブレステハポンは同じユニット内でも常に競い合ってますから別に仲間割れをするとかそんな話じゃないんですよそれぞれがみんな一番になろうと競い合ってるとその結果より高いレベルに全員が行くとそして今よりもさらに1段階2段階魅力的なロスイングベルナーブレステハポンができるといい相乗効果になってると思いますねあのイービルの大阪大会のインパクトで何も感じなかったメンバーはいませんよ全員やっぱあのインパクトに刺激を得ましたからね、うん、まあイービルがその IWGP って言ったんですか岡田と言ってはいないのか分かんないですけど、まあ、状況的にそうなのかなっていうなるほど見るのが分かんないですまあイービルがそう思うのであればその通りすればいいですよ僕のプランには何も問題はないやはり一番大事なのは東京ドームのメインイベントに内藤哲也が立っているだと僕は思うのでまあイービルがどういう行動を起こそうと、まあ、僕のプランには特に変化はないですね他にご質問ある方はいかがでしょうか。よろしいですか。はい、それでは質疑応答は以上とします、ね。好きですね。毎回毎回。自分で鳴らしてんじゃないですか、もしかして。岡本さんねえ最近新日本プレスワールドの解説で大活躍中ですか非常に知名度も上がって会場で声かけられる率も高いんじゃないですかんちょっと調子に乗ってんじゃないですかこうやってちょっとでも目立とうとしてね自分の携帯で自分の携帯を鳴らすっていうねそんなことができる素晴らしい2台持ちだったらできるわけですおそういうことですかそういうことですかもうちょっと今日は内藤哲也の会見ですからちょっと一歩下がっといてもらっていいですかそういうのをやりたいなら自分でねツイッターでなんかライブとかできますそれ自分でやればいいじゃないですか自分で配信してくださいよ今日なんか当たりが強いですけどえいやいやどうしたいやいやだって構ってくださいっていう顔してるからいやいやしてないですけど美味しいと思ってるんじゃないですか内藤さんはい不毛な会見もやめましょうああなるほどお客様に失礼ですか、まあ、確かにその通りですこの様子もインターネット中でいただきますじゃあこの辺りで締めさせていただきます、ではこの後は写真撮影を行いますがインターネット中継をご覧の皆様とはこちらでお別れという形になります最後すみません少し粗相がございましたけども、今日はご視聴誠にありがとうございましたアディオス。